このタイプよりは日本車のあのハコスカとかケンメリとかみたいなちょっと負荷が大きいのに付け直しています。何が違うかというと、今日はベンツの G クラスのヒューズロックスをブレード型のタイプに交換しています。元のやつはヨーロッパ車の古いやつ、ポルシェとかこういう何型っていうのかな、こういうヒューズついてます。ヒューズ自体は手に入るんですけど、急に欲しくなるもんなんで、できれば新しいヒューズに変えた方がいいと思います。このタイプよりは日本車のハコスカとかケンメリとかみたいなあれぐらいの年式のガラス管のヒューズ、あれもまあ似たようなもんなんで、ああいうのもこのブレード型とかに変えた方がいいと思います。これはこのバネの、ここバネになってて、このバネの、なんていうのかな、バネの力で押さえてるだけなんですね、このヒューズは。結構接触不良とか起きやすいので、ヒューズの容量の大きいところなんかは、裏側を見ると、こういう風に、ちょっと黒いの分かりますかね。焦げてるんですね。その電力の問題で。そういうのも含めて、変えちゃった方が賢明だと思います。結構これぐらいだとないかもしれないけど、古いポルシェとか、いわゆるナローのポルシェとか、930とか、あの辺のクラスとか、まあ、ハコスカケンメリ S30 みたいな、セリカの LB とか、あれぐらいになっちゃうと、乗ってる人もなんかわけはわからないんだけど、よくこのヒューズが切れるとか、そういう状況が結構起こるんで、それはそのヒューズの先についてる、例えば、なんかのモーターが動いてるのは、そのモーターがダメとか、そういうことももちろんあるんですけど、このヒューズボックスが、怪しいっていうのも結構あるんで、これはそうでもないですけどね、やっぱりね、ハコスカとかの手で結構改造するのが多いから、そういうのを見るともう裏が壊滅的に溶けてるやつとか結構あるんで、あれになるとね、車も置いちゃうんで危ないんで、このヒューズボックス自体はアマゾンとかでそんなにいくらもしないで売ってますから、だから純正のヒューズボックスのとヒューズが入ってる数と同じ数のやつをつければ一番やり方が簡単なんで、このヒューズの内容とか配線とか知る必要はないんで、同じように順番に伝えていけばいいだけなんで、それが一番いいと思います。最初気づかなかったんです。ミラッサーみたいな1個なんかオプションかなんかなんかヒューズボックスがついてたんで、ちょっと急いで4個だけのヒューズボックスを取り寄せました。ヒューズボックスの続きです、表側のヒューズボックス以外にあった裏側をとりあえず作り直しました、このタイプのヒューズボックスで途中までつけたのは、今ちょっと負荷が大きいので付け直しています。何が違うかというと、この純正のタイプは裏がこういう風になって平らない、いわゆる開き星っていう感じと、コネクタになってる部分もあるんですけど、コネクタもこういう平らなやつなんですね。この平らなやつってのは接触面積がこの爪になってる部分と背中の部分、この部分とここの部分しかないんですね。だからこの平らなやつをよく見ると、これ映んないかな、光ってるんですけど、傷がついてるんですけど、まあ要はこの見えてる面積分の接触面積がないんです。で、これは全く同じ状態になるんで、同じなんですけど、ちょっと電気負荷が多くて危険なので、この丸い端子で締めてネジで締めるタイプにすると、これを1箇所に2本の配線があっても3本の配線があっても、重ねてつければ全部の接触面積が得られるので、こっちの方がより安全なので、ちょっと負荷の状況を見ていく途中からこっちに切り替えました。ヒューズの負荷だけでいいんで、そこまで気にする必要はないんですけど、ヒューズは一部よく切れて
困るとか、そういう場合はここまで気にした方がいいかもしれないです。まあ、切れるのは、その先にあるモーターとかそういうのが問題のことの方が全然多いですけど、見た目何も変わらなくても、これぐらいの違いで、電気的には相当違うってことです。ソアラリレー移植の続きです。このように、バッテリーを横につけて、今これ、問題がないか今テストするんで、配線だらけの状態ですけど、ヒューズ何箇所かは外につけて、この中だけの回路があるからそれを使えないんで、ヒューズボックス3箇所外して、外につけました。で、リレーも外につけました。純正のヒューズボックスの中のリレーを4つ外して、これが接触悪かったんで、で、そのリレーの先に何が繋がってるかを1本ずつ調べます。ライトのリレー、デールのリレー、あと EFI とメインですね。この4つを外付けにするために、そのリレーのどこがどの線に繋がってるかをまず調べて、で、ヒューズ自体はこのヒューズボックスのものを使おうと思ったんですけど、内部でしか接続されてないので、外につけたリレーからヒューズボックスに刺すことは無理なんで、ヒューズも別体にすることにします。それで、この、一本一本を全部調べて延長しなきゃいけないので、それを今、調べている途中ですね。ソアラ。ワンオーナーズ、OMG エンジン。で、この空いたスペースに新しいリレーを、まあ、このようになんかスペースを考えてつけようと思っています。このバッテリーの横にスペースがあるからなんとかなるかなと思います。で、これが純正のトヨタのリレーですね。で、このリレー自体は多分悪くないんですけど、相手側が悪いんで、全然違う、このトヨタタイプじゃない、汎用で売ってるものに変えてしまいます。で、この純正のリレーは3極と4極があって、ライトなんかは3極なんですけど、それも全部汎用の4極リレーに置き換えてしまいます。まあ、配線考えれば別に、3極でも4極でも同じようにできるんで、これが汎用のリレーです。ちょっとアンペアも純正より高いやつにしました。まあこのタイプだったらいつでも安く買えるんで、まあ後々の、なんていうんですか、コストとかにも関わってくると思うんで。これから、エンジンをかけて問題ないか確認します。配線じゃないんで調べてどこに何が入ってるかっていうのを、汚いですけど、このように地道にどことどこがどういうふうにつながってるかを調べてつなぎます。で、緊張の一瞬です。間違ってたらここで配線が溶けるんで、 P をお確かめください。 P をお確かめください。あれ言わないね。あ、違う。P をお確かめください。P をお確かめください。ライトをお確かめください。これこれ。ライトをお確かめください。あとは、ちょっと見たら配線をまとめて完了です。